花畑牧場、株式会社花畑牧場とは、1992年、平成4年に設立され、北海道火星群中札内村に本社を置く、牧場経営、食品の製造販売などをする企業である。タレントの田中義武が、代表取締役社長を務め、生キャラメルの製造販売事業で成長を遂げた。経営する牧場は、本店所在地と同じ場所にあり、 トカ地方の観光地の一つとなっている。食品事業では、北海道内外で、花畑牧場ブランドの生キャラメルや、アイスクリームチーズプリン、菓子パン等を販売するショップや、イートインできるカフェなどをオープンしている。また、販売されている商品のすべてが、花畑牧場内で生産されているわけではなく、他の企業へ製造委託されているものもある。通信。 ネット販売に力を入れており、通信販売専門チャンネルである QVC でも田中本人が出演し、様々な花畑牧場ブランドの商品を不定期に紹介、販売している。インターネットでの販売も積極的に行っており、楽天市場やヤフーショッピングにも出展している。取引銀行は、リソナ銀行と水ズ銀行である。1992年、 平成4年の開業当初は、ジャージー牛が一頭いるだけだった。このため税務署から、牧場をやっているのかペットを飼っているのかはっきりして、欲しいとの指摘を受けたと、厨房ですよ。TBS 系に出演した際に、田中本人が語っている。当時は空港などで販売されている、北海道土産として、白い恋人、マルセイバターサンド、ロイズの生チョコなどの菓子類が、 全体の9割以上を占めており、他の業者が入り込む余地は、ほとんどない状態であった。花畑牧場の製品も例に漏れず、営業活動は続けていたものの、なかなか販売スペースの確保に結びつかず苦しい、経営が続いていた。2007年に、石屋製菓の白い恋人賞味期限先延ばし問題が、発覚。当然、白い恋人は、 空港の土産売り場から撤去され、スペースが大幅に空いた。そこに販売開始して間もない花畑牧場の生キャラメルを置けることになった。前年より新しいご当地土産として生キャラメルが注目され始めていたことに加え、田中の知名度と宣伝活動もあって、各メディアで取り上げたことが追い風となり、大ヒットにつながった。二千九年、平成十一年二月、 夕張市、石炭の歴史村内にある旧サイクリングターミナル、黄色いリボンの競争入札に参加し、同施設を3400万円で落札した。同施設では夕張メロンの果汁入り製キャラメルの生産をしており、地元の高齢者を中心に、正社員50名、合計で約300名を雇用した。同施設は4月20日オープンし、売店、レストランも併設された。 さらに、同月には、宮崎県知事、当時、東国原秀夫からの誘致に応える形で、宮崎県にも進出。宮崎県では、宮崎マンゴーを主原料とした生キャラメル、生キャラメルマンゴーを販売する。なお、生キャラメルマンゴーの生産は、自社では行わず、同県の食品加工会社、メラ食品に製造を委託する。ソフトクリームなど一部商品については、 東京交通会館内の北海道土産庫、プラザ有楽町店などで以前から販売を行っていたが、2009年、平成21年2月に、東京、青山にホエーブ亭を出店し、正式に東京に進出した。また、同年4月には、南青山に、花畑牧場カフェ製キャラメルアイスクリームをオープン。ホットキャラメルを冷たいアイスクリームにかけた。 ホットキャラメルアイスリームを看板商品として掲げ、以降、渋谷、銀座などにも都内8カ所で直営店をオープンさせた。しかし、同年秋になって竹下通り店、渋谷店、青山店、銀座店、ホエーブタテの4店舗は他店との統廃合という形で閉店して合理化を図っている。同年11月には六本木ヒルズ店を オープンしたものの一時期の生キャラメルブームが去ってからは、手探りの映が続いている。花畑牧場内製キャラメル製造工場など、建物3棟、第1工房、第2工房、飲食店、ホエー建てで建築基準法違反が見つかり、2009年6月3日付文書で、北海道から是正指導を受け、2009年7月1日までに、 是正計画書を提出するよう求められた。防火壁や非常用照明装置の未設置、廃煙設備の不足、廊下幅や天井の高さの不足など。生キャラメルを製造していた札幌工場が2009年8月31日での一時、閉鎖。また従業員中、派遣社員300人については、契約を更新しない旨が、北海道新聞によって報じられた。 2010年、平成22年4月10日、経営戦略を見直し、商品の多様化を進めると発表。第一弾商品として、ポテトチップスに生キャラメルを染み込ませた、天使のポテトを2010年4月21日から、北海限定で発売。ポテトチップスは、フラノ農協の工場で、小池屋が製造したものを使用している。2010年8月6日、 セブンイレブンジャパンとホエイ豚を使った商品、こだわりを結び花畑牧場ホエイ豚の豚丼風、花畑牧場ホエイ豚の炭火焼き豚へ、花畑牧場ホエイ豚の高性油入りカップそば、共同開発、北海道うちのセブンイレブンで順次発売。2011年、平成23年2月16日。 大手宅配ピザチェーンのストロベリーコーンズとナポリの釜とのコラボレーション企画でカチョカバロチーズと生キャラメル使用したピザやデザートを売り返しした。百貨店やスーパー等で開催される北海道物産フェア等でも花畑牧場ブランドの食品が販売されている。中でも生キャラメルは花畑牧場を代表する商品となっている。なお、 社長の田中は2011年11月に第8回オールジャパンナチュラルチーズコンテストでチーズ、ラクレットが農林水産大臣賞を受賞したことを受け2011年12月時点でうちはスイーツとチーズと養豚の三本柱と述べた。ハロー。プロジェクトのカントリー娘が1999年平成11年の結成から2003年 平成15年の初めまで、この牧場を拠点にして、半能半芸生活を送った。初期メンバーの柳原博美は、レッスンのためこの牧場へ車で向かう途中、単独事故により死亡した。2期メンバーの浅見は、この牧場の職員から、カントリー娘、に抜擢された。牧場では、ハロー。プロジェクトの生写真やグッズを販売する。 オフィシャルショップが開設されていたが、現在は閉店している。なお、同社の商品、モチップスには、北海道出身であり、元モーニング娘。のメンバーでもある、藤本美希が起用されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。